不敗神話が、不敗神話が崩れたよ。はい、ということで、まず中日戦、第1戦目から、岩貞投手が初回にビシエド選手にスリーランホームラン。まあそんなに調子悪くなかったと思うんですけども、打線が全く援護できず、ガルシア投手に7回無失点。まあヒットの数は9安打で、中日さんよりは多かったんですけども、毎度のことながら残塁ばっかり。まあ9回に糸井選手がソロホームラン一発打ってくれましたけども、その1点のみ、まあ僕の中で、まあ今年一番、面白くなかった試合。もう全然盛り上がらへんかった。そして第2戦目、初回にドメさんが初球を見事にライトにパコーンと先制ツーランホームラン。そして5回には、糸井選手にタイムリーツーベースヒット、ナバーロ選手にタイムリーヒットが出まして、4点目。やっぱりね、ドメさん、糸井さんに、まだまだ頼らないとダメ。まあ先発の才木投手も、立ち上がり1点取られますけども、自己最長の、7回を、9奪三振2失点に抑えて、4勝目。もうこの日才木投手あかんかったら2軍行き、もうラストチャンスって言われてた中で、もうよく頑張ってくれたね。まあ前回は急遽中継ぎしたりね、いやほんまよう頑張ってくれてますよ。5対2で勝利しました。そして第3戦目、メッセが日米通算100勝をかけた試合。梅野選手のサードゴロの間に取った1点と、福留選手のセカンドゴロの間に取った1点と、地味に取った2点を、追いつかれたんですけども、6回に、早田選手がヒットで出て、鳥谷選手が見事にエンドランを決めまして、1塁3塁、そして久しぶりに出ました、梅野選手のセーフティースクイズ、3対2勝ち越し、これで梅野選手リーグトップの、23個目の犠打。いや、バントうまいね。そこでこのデータですよ。阪神が6回終了時で、リードしてた場合は、今シーズン41戦負けなし。ね、もう安心してたんですけども、糸原選手のフィルダースチョイスで同点に追いつかれ、9回、まさかの、藤川球児投手がビシエド選手にサヨナラタイムリーヒット打たれました。わー、不敗神話が崩れた。もうこれで阪神2カード連続負け越し。ね、まあ、調子良かったのにどうした。一方広島カープ7対0から逆転サヨナラ勝ちしてますよ。もうこれが優勝するチームなのか。いや、まだ諦めへんぞ。あ、これからや。あ、まず巨人戦や。秋山投手頼んますぜ。そして26日第3戦目はソフトバンクホークスからトレードで阪神に来てくれた飯田裕也投手が初先発。期待してます。もう3つポポポンとって甲子園戻ろうぜ。ああ。